宝物がぴったりだね。そう、心の容量がいっぱいになるくらいに過ごしたね。ときめき色の毎日、馴染んだ制服と上履き、ホワイトボードの落書き、明日の入り口に置いてかなくちゃいけないのかな。でもね、会えたよ、素敵な天使に。卒業は終わりじゃない、これおソロのキーホルダー。いつまでも輝いてる、ずっとその笑顔ありがとう。ねえ、桜の木毛が伸びたみたい、見えない、ゆっくりなスピードでもきっとあの空は見てたね。何度もつまずいたこと、それでも最後まで歩いてた。